ではですね、新しくフローチャートに追加されたアジト2029年4月13日へ、まあ、この日はその天明寺が言ってたあの爆発が起きた日ですよね。まあそうか、もうパニック状態の地球の。申し訳ありません。読むべき原稿がもう手元にはないのです。同僚の記者たちは全員ラジカル6に感染して命を失いました。もうこの人もラジカル6感染してんじゃないの。愛する者たちもみんな、これまでどうにか放送を続けてきましたが、それも今日で終わりです。皆さんとはお別れしなければなりません。さようなら皆さん。いつの日かこの忌まわしいウイルスが地球上から根絶されることを願っています。それでは。うわ、目の前に古めかしいブラウン管のモニターがある。画面の中、これシグマかな。ねえ、前回のあのアカネに刺された瞬間から飛んできて、天使から飛んできて、2029年4月13日。耳障りなノイズを奏でて砂嵐が吹き荒れている。しかしそれは間もなく途絶えた。停電か。とその時、背後から足音。俺は誘われるように振り向いた。お前は、これ茜か？あかね。我々の知っているあかねだ。どうやら計画の第一段階はうまくいったようですね。貴様、よくも俺のことを殺してくれたな。殺した？45年後の未来でのことだ。そっか、この時のあかねはまだ知らない。ちょっとシグマさん、人聞きの悪いことを言わないでください。私は殺してなんかいませんよ。あなたの腹部に当たったのはナイフの柄の方です。ああ、そうなんだ。あれ、殺したんじゃないんだ。ああ、そうなんだ。しかもこのまだその先のことを知るはずもないこの茜はもう知ってんだな、45年後のことを。え、そうです。あなたとファイさん、お二人に危機感を抱かせるにはアースル以外にいなかったのです。そっか、ファイも飛んだのか。俺とファイに。ええ、あの時はシグマさんのことについてのみ言及させていただきましたが。そう、一緒に飛んだのか。実際にはファイさんにも時間を飛び越えていただく必要があったので。なるほど、うまいことやりや。思いっきり刺されたと思ったわ。さて、ところでシグマさん、あなたがこれから何をすべきなのかはもう分かっていますね。もしかして月に行くのか。そうです。出発は明日、2029年4月14日。シグマさんには我々の用意した宇宙船に乗っていただきます。なるほど。これから AB 計画の準備をするわけですね。そして、あそこにある3台の治療用ポットと共に、リゾーム内へ。ヨツバとアリスと、ってことはあの中にアリスとヨツバが。もう1台は何だ？中に誰が入ってる？ファイさんですよ。ファイさんがコールドスリープにかけられたのはつい2日前のことです。ファイか。彼女は自分の足でここ、私たちの組織のアジトへとやってきて、自らポットの中に入りました。これって、そのさっきまで天使にいた意識がここに入ったってこと？と言っても、それは天使から飛んできたファイさんのことではありません。あ、違うか。点 A から点 D へと至る直前のファイさんだったのです。点 A から点 D に至る直前の、要するにファイさんもシグマさんと同じようなルートをたどっているということです。ああ、なるほど。はいはいはい、わかりました。現在進行形で。じゃあ点 C から飛んできたファイの意識は、
今はあのポットの中の肉体に収まっていることになります。これから45年間、彼女はあのポットの中で眠り続けるのです。氷漬けになったまま。で、点 B へたどり着いた瞬間に今度はあいつの意識は点 A と遡るわけだな。なるほど。そういうことか。はい。なるほど。だからあいつの肉体は年老いてなかったのか。なるほど。この瞬間まで来れば、AB 計画が成功。まあ、成功ってわけじゃないけど。この瞬間に全て意識は、たどり着くわけだよね。ファイブ。だったら俺の体にもコールドスリープ。それはできません。どうして？どうしてって、まだわからないのですか？あなたはこれから45年の歳月をかけて、AB 計画の準備をしなければならないのですよ。そういうことですよね。リゾーム9へ赴き、遺伝子工学やその他の学問を極め、まあ、クローンとかやんなきゃいけないからね。カイルやルナやラゴモルフをあなたは生み出さなければなりません。カラードドアやバングルの仕掛けを作るのももちろんあなたです。天明寺さんとクオーク君を呼び寄せるのもあなたが行います。そして全ての準備が整ってから、いよいよ計画は実行されることに。2074年1月25日、あなたは解凍したファイさんの体を抱えて第3 AB ルームへ。そこで点 A から飛んできた22歳の意識に弾かれるようにして、45年前の過去、2028年12月25日の肉体へと戻るのです。で、俺が歴史を変えると。本当にこの俺がウイルスの漏洩を防ぐっていうのか。そうしていただかなければ困ります。すでにこの世界では何十億もの人間が亡くなっているのですから。人類を救うことができるのはシグマさんとファイさん、お二人しかいないのです。あかね、お前は、お前だって能力者なんだろ。そうだよね、あかねも、まあ、あかねもいたけどね。私一人の力ではどうにもなりません。あなたたちの協力がどうしても必要なのです。それでどうすればいいんだ。どうすればというのは、具体的な方法だ。45年後の俺とファイの意識は点 A へと戻り、それから何をすればいい。お二人には火星探査用のシミュレーション施設に入っていただきます。その後は。わかりません。わからない。ほー、そのさ、ゼロエスケープの時のアカネって何も分かってなかったよね。っていうのはその、もちろんそういう計画でここまで飛んできたのかもしれないけど、その後にこの施設で何をすればいいのかっていうことは確かに分かんなかったんだよね。おかしいですよね。分かるはずですよね、アカネなら。ええ。原因が不明なのです。あの施設から、なぜラジカル6が漏洩したのか。そもそもどうして火星探査用のシミュレーション施設にウイルスが存在したのかも謎のままで。そんな、それじゃ手の打ちようがないじゃないか。だからこそあなた方の力が必要なのですよ。お二人には歴史や世界を飛び越える不思議な能力があります。それを駆使してぜひとも原因を突き止めていただきたいのです。作戦は困難を極めるでしょう。施設の中には数々の危機が待ち受けているかと思います。それでもお二人ならば必ずやそれらの危機を乗り越えてくれるものと信じています。待て、どうして施設の中が危険だと。67歳のシグマさんの意識からそのように伺いました。ウイルスの漏洩を防ぐことのできなかった彼、作戦に失敗した方の未来のあなたということになりますが。あー、なるほど。そういうことか。そいつは、未来の俺はなんて。施設の中には、数々の罠が待ち受けていると。その罠から、一人の女性を救うために、あなたは、その腕と、右目を。
ああ、はい。なるほど、ここは、ゼロエスケープで、あのルートをたどり、ラジカルシックスが、まあ、漏洩してしまって、の、その後の話なんだよね。確かにそうしたら、シグマは両手を失っていて、目も、腕と、右目。なんだこれは。そうなんだよな。一人の女性を救うため。一人の女性。まあ、そうか。そういうことになるのか。次の瞬間。なんだ？外をご覧ください。俺はふらふらとよろめきながら窓へと駆け寄った。身を乗り出すようにして外の様子を伺う。すると地平線の彼方に見えたものは、天明寺が言ったやつだ。天を貫かんばかりにそびえ立つ巨大な黒いキノコ雲だった。本当に俺たちは、この歴史を変えることができるのだろうか。いや、違う。そうじゃないんだ。できるかどうかの問題ではなく、やらなければ、ならないのだ。世界を救うことができるのは、俺たち、だけなのだから。必ずこの歴史を変えてみせる。黒く染め上げられていく空を片目で睨みつけながら、俺はそう強く。さっきまでそこにいた67歳のシグマの意識はかなり無念だったでしょうね。お、終わり、そして始まり。前回の話をクリアした後に、フローチャート見たらこの話があったんですよね。ここは？やっと気づいたみたいですね、カイルさん。カイルさん？ケイか？カイル？ああ、そっか。そうですよね。この歴史ではカイルさんはまだ目覚めたばかり。記憶を失っているのは当然です。フローチャート的には、ファイエンドのすぐ下にあったんですよね。だから、シグマが、アカネに、こう、ナイフで刺され、まあ、刺されてはいないんだけどね。柄で、つついただけなんでしたっけ？殺すふりをした、あの後の話なのかな？記憶を失っているのは当然です。その言葉を聞いて、私は駆け出した。ついたての向こう側へと飛び込んでいき、洗面台に食らいつく。目の前には水垢のこびりついた鏡があった。私はそれを服の袖で拭うと、目を凝らして鏡の奥を覗き込んだ。そっか、カイルってさ、自分の顔見たことないのか？ずっと鎧着てたからさ、間違いなかった。そこに映っていたのは確かに。カイル・クライム。つまり私はクライム博士の。あれ、でもさ、ゼロボスのクローンということですか？なんか知りすぎじゃないか、カイル。なんか、K ってさ、まあ、カイル、クライムなんですけど、なんか、茜の話だと、なんかマンドレインの打ちすぎでなんか、全生活史健忘症みたいな、そういう、つまり記憶は消されてるはずなんですよね。ちょっと待ってください。なんで知ってるんですか？カイルさん、あなた、全生活史健忘を、そう、患っているはずでは。なぜだろう、自分でもよくわからなかった。まあでも、シグマのクローンなんでしょ、カイルって。だからまあ実はケイもさ、てかまあカイルも ややこしいな。カイルも、他の歴史に飛ぶ能力がね、実はあるとか、そういう感じで、まあ、なんか、実はシフターなんじゃないですか、K も。私はカイル・クライムのことを知っていた。別の歴史でだ、彼が K と呼ばれていたことも、ボディースーツを身につけていたことも、
おー、これを覚えてるってことは、もっともボディースーツについては別の歴史だけに限ったことではなく、彼はそれを幼少期から着用させられていたようだが、彼はこの月面基地、リゾーム9で生まれ育ったのだ。アカネのことを母のように慕いながら、私はそれらの全てを知っていた。知っていたのになぜか実感が湧いてこなかった。私は本当にカイル・クライムなのだろうか。何度鏡を見ても結果は同じ。なんか他人事みたいに言うね。そこに映っていたのは間違いなく若き日のシグマ・クライムとウリ二つの顔をした人物だった。他人行儀な。ふと足元を見る。あ、ディオまだいるんですね。そこには手錠で拘束されたディオの姿があった。私は振り向いて尋ねた。ルナさん、今はいつなんです？2074年の1月27日。あ、やっぱそうだ。やっぱりあの後なわけですね。1月27日というと、AB 計画の最終日ですね。ビオトープでアカネさんが計画の全貌について告白し、ナイフを取り出してファイさんに襲いかかっていった。ああ。これによってシグマとファイの意識を2029年4月13日に飛ばしたと。あれからどれくらい経っているのでしょう。実時間で5時間ほどです。ってことはもうその、ゼロエスケープを終え、2029年4月13日に、それぞれと入れ替わりに 10C のポイントに戻ってきたファイと、まあ、シグマもそこにいるわけですよね。ちょっとなんか話してみたいよね。皆さんの体感時間で言うと2時間とちょっとということになるでしょうか。あ、まだラシカル6。そっか。早くそれもなんとかしないと。ということはラシカル6の治療はまだ。いえ、抗ウイルス薬はすでに全員に投与してあります。あ、それなら安心ですね。ただ効き目が現れるまでには、まだだいぶ時間がかかるので。なるほど、わかりました。とにかく今は若いシグマさんの意識がおよそ45年前の過去へと遡っていった。その後ということですね。はい。どうして私はここに？博士が運んできたのです。ビオトープの墓石の脇に現れたポットの中から。その博士というのは年老いたシグマさんの意識が入り込んだクライム博士のことですね。なんか全てわかってんじゃん、カイル。そうですが。本当にどうしてそんなことを。カイル・クライム、ゴーレム説が、ちょっと今浮上しかけてるけど。リオさんは依然として意識を失ったままのようですね。マンドレインの打ちすぎでちょっとね、意識が朦朧としてますから。え、追加でマンドレインを投与しておきましたから。おい、やべえぞ、ほんとに。それこそディオが全生活史剣謀になってしまうんじゃないか。他の皆さんは、どこに？みんなバラバラの場所にいます。薬漬けですね、ディオね。まず、天明さんとクォーク君ですが、あ、それぞれに会いに行く感じか。あ、あ、ここ、原圧室か。カイルさん。目覚めたようじゃな。こんなところで何をしてるんです？ここがどこか、わからんのか。原圧室の上の階ですよね。地上にある方の。ふむ。ちょうど今から防護服を着て、外に出ようと思っていたところなんだ。もしかして、帰るつもりですか？あ、地球に？地球にか。まあ、そうか。まあでも、この二人はもともと地球に。その通りじゃ。ここに来るときに使った宇宙船の場所、シグマさんに教えてもらったんだ。ああ、シグマさんじゃなくてクライム博士。ゼロボスって言った方がいいかな。どうして？何がどうしてなんじゃ？まあ、ここにいる理由はないか。まあ、ある意味、ひどい目に遭わされたわけだしな。まあ、茜にはでも会えたし。いや、その、今、荒廃した地球に帰るよりは、ここに留まった方が賢明なのではないかと。留まってどうする？まさか、シグマが過去を変えるのを待てばいいなどと、たわけたことを言い出すのではあるまいな。まあ、仮にそうだよな。シグマが、その、ラジカル6に、が漏洩した、その、過去を変えたとしても、今この、ラジカル6漏洩した後の、
この歴史は変わんないもんね。その歴史ありきだもんね。その漏洩を防ぐ、防いだ後の歴史っていうのは。そもそも待つという動詞は現在起こりつつある事象に対してしか適用されない。過去に何かが起こるのを待つというのは、文法的な表現としても万物の法則的なものとしても絶対にあり得るのじゃ。どういうことかわかるわ。どういうことかわかるか。まあなんとなく言いたいことはわかりますけど、今ここにある時の流れは、シグマが過去においてウイルスの漏洩を阻止するということに失敗した、その歴史の延長線上にあるんじゃよ。そうですね。あの歴史だよね。ゼロエスケープや時のジレンマでも、辿ったあのルート。今からおよそ45年前、ラジカル6は世界中に拡散し、水消滅反応炉は間違いなく爆破された。シグマが過去においてどれだけ奮闘しようと、今我々の目の前にある歴史は変わらない。いや、シグマが何もできなかったからこそ、今のこの歴史は存在しておるんじゃ。なるほど。深いな。だからまあ、クォークとも出会えなかったわけだよね。そういうことが起きないと、天明寺はクォークとも出会えなかったし、その流れでいろいろな人とのこう、つながりもなかったわけですよね。まあ、ちょっと複雑ではあるけども、ここで一つ例え話をしよう。今100台のバイクにまたがった集団が果てしなく長いハイウェイを走っているとする。その途中で集団は一つの分岐点に差し掛かった。道が二つに分かれていたんじゃ。一方は北西方向へと続き、もう一方は北東方向へと伸びていた。ここで一人の人物、S 氏がこう言う。北西方向へ進もう。この言葉に従った集団は、北西方向へ進路を取ったのじゃが、分岐点から1キロほど進んだところで悲劇が起こる。対向車線を走っていた大型トレーラーがバイクの車列に突っ込んだのじゃ。この結果100人中90人が死亡。生き残った10人も心や体に深い傷を負うことになった。それでも彼らは立ち止まることができなかった。ハイウェイをひたすら走り続けて、やがて事故現場から1万キロメートルほど進んだところへたどり着くことになった。ここで突如予想だにしなかった超常現象が起こる。生存者10名のうちの1人だった S 氏の意識が過去へと飛ばされてしまったのじゃ。S 氏の意識は分岐点の少し手前を走っていた自分自身の肉体へとすっぽりと収まった。それからほどなくして集団は分岐点。さあ S 氏はどうするか。決まっている。北東方向へ進もう。かくして集団は100人中1人の犠牲者を出すこともなく、無事に目的地へとたどり着くことになった。めでたしめでたし。となると思うか。まあ、だから、北西方向に進んだ人たちは、まあそのまま、これからも時間はね、進んでいきますから、その人生を歩んでいくわけですから、だから、まあなんつうのかな、そこであったいろいろな出来事とかをすべて、なしにしていいのかっていう話でしょ。北東方向へ進んだ100人はいいじゃろ。じゃあ北西方向へと進路を取り、事故に巻き込まれながらも過労して生き延びた10人はどうなる。例えばそこでね、いろんな出会いとかあって、好きな人ができて、で、まあなんだ、その人といい感じになってね。でもその出会いも全てなかったことにするのもどうなのかって話でしょ。え、9人じゃないの？だって S 氏の意識は過去に遡ったんでしょ？まあ、遡った、まあそうだな。ああ、そうじゃな。では分かりやすく9人ということにしよう。彼らの存在はどうなるんじゃ？ S 氏が過去を変えたから消えてしまうのか？しかし事故現場から1万キロメートル進むまでの間には不幸な出来事しかなかったというわけではなかろう。そうそうそう。ある者は途中で立ち寄ったガソリンスタンドの娘と恋に落ち、子供を儲けたかもしれない。ある者は身寄りのない子供を拾え。だからまあ、天明寺だよな、これがな。身寄りのない子供を拾え、仲睦まじく旅を続けたかもしれない。その1万キロメートルにも及ぶ道のりには、数々のドラマがあったはずじゃ。出会いがあり、別れがあり、友情が育まれ、
恋が芽生えたはずなんじゃ。確かに90人が命を失ったという出来事は、筆舌に尽くしがたいほどの不幸であり、災いじゃ。しかしその歴史を書き換えたことによって、1万キロメートルの道のりで生まれた数々のドラマを、かけがえのない出会いを、友情を、恋を、奇跡を、すべて書き消してしまってもいいということにはならんじゃろう。9人は事故による深い悲しみを乗り越え、けなげに懸命に必死になって生き抜いてきたんじゃ。そうだな。なんかたまにさ、なんか過去に戻りたい、過去に戻ってやり直したいっていうふうに思うときあるんだけどさ、その今のこの気持ちって今にしかない多分ものだと思うんですよね。そのああいうことが大変だったとか、ああいうことが苦しかったとか、これが切なかったとか、でもこういう嬉しい、だからこそこういう嬉しいことがあったし、こういう出会いもあったしみたいなさ、それってまた戻ってさ、変えちゃったらさ、得られないものじゃないですか。だからまあどうなんだろうね。まあさらにまた得られるものもあるんだけど、だから今でしか得られないものもあるわけですよね。得られてないものもあるわけですよ。それは何よりも尊いことではないのか。その最も美しい姿がそこにあるのではないか。世界は幸福だけに満ち溢れていればいいのか。努力する者は愚かなのか。逆境に耐え、不幸に苦しみ、それでも幸せをつかみ取ろうと必死になってもがいたりあがいたりする様は、無様で滑稽で価値のないものだとでも、言うのか。そうだね。だから過去を変えたいっていう気持ちはわからんでもないけど、変えたくないっていう気持ちもわからんでもないってことですよね。どちらも。ある歴史が書き換えられたことによってそれ以外の全ての歴史が消えてしまうというなら、わしはそんな法則を作った神を心の底から呪うじゃろう。なぜなら、天明さんとクオークが二人が巡り合うという歴史もそうだね。消えてしまいますからね。そんなのあんまりだと。シグマさんが過去を変えたら、クオークが前に話してくれましたけど、あのメロンソーダの、メロンクリームソーダだっけ？あのくだりもね、そういったこともすべてが元からなかったことになってしまうっていうのはやっぱ悲しいんじゃないかなと。じっちゃんそうなの？違う。そんなことにはならんと言っておるんじゃ。事実、わしらは今この世界にしっかりと存在しておる。シグマが過去を変えても、わしらが消えてしまったりはしないんじゃ。そっか。それじゃあ僕、これからもずっとじっちゃんと一緒にいられるんだね。よかった。そうだね。まあだから、今でしか、この二人のやりとりはないわけだから。フックウォーク。とにかく今のご説明でわかりました。お二人が地球に帰るという理由が。そこにはお二人の暮らしがあるのでしょう。おそらくお二人が戻られるのを待っている人たちも。そうじゃ。うん。他の皆さんとの別れはもう済まされたのですか？まあそうだね。パイさん、ルナさん、アリスさんとヨツバさんは心よく送り出してくれたよ。これシグマとか、あれは、アカネとかは？またいつか絶対に会おうねって約束して別れたんだ。挨拶されたのは4人だけですか？ディオに別れの言葉だと告げる必要はなかろう。まああいつには必要ないけどさ。そもそも眠ったままだったしね。あとカイルさんも。ああ。申し訳ないがカイル。わしらはお前さんのことをよく知らんのじゃよ。まあそれは仕方ねえな。確かにそうですね。この歴史でボディースーツを身につけていたのは、アカネさんですし。シグマさんとは？シグマさんはもう僕らの知っているシグマさんじゃなくなっちゃってたから。そうか。67歳の意識が戻ったから。なるほど。今の彼は年老いた意識が入り込んだ正真正銘のクライム博士ですからね。それに奴はわしらを閉じ込めた犯人でもあるんじゃ。まあ、そうだな。そう考えたら複雑か、やっぱり。どうしてそんな奴に挨拶など。では、アカネさんは、アカネはもっと複雑だわ。複雑だな。まあ、ある意味アカネを閉じ込めた犯人ではあるしな。その話はするな。彼女も同じじゃ。
彼女もまたもうわしの知っているもの、あかねではなくなってしまっておった。おそらくこの半世紀の間に想像を絶するような数々の出来事を経験してきたのだろう。もはやあいつは人ですらなくなってしまっておるのかもしれん。言い過ぎなんじゃないかそれは。まあでも、なんつうのかな、天明寺、純平のためでもあったと思うんだけどね。あの頃の倉敷茜は、もうここにはおらんのじゃ。ここにも、どこにもな。そうか。結局私と四つ葉は困りすぎなかったのよ。まあ、四つ葉とアリスが一番悲惨かもね。だって、気がつけば45年後の未来に飛ばされ、まあ、飛ばされたというか、まあ、コールドスリープでね。もちろん 100% 恨んでるってわけじゃないのよ。過去を変えるには私たちの存在が必要不可欠だった。そのことは十分理解してるつもり。気がついたらこんな世界って。まあ、悲惨だよな。まあでもそのままさ、ラジカル6にの脅威にさらされ続けていたとしても、悲惨だったとは思うけど、そのことは十分理解してるつもりで、それにしたってひどいよね。シグマとファイはいいよ。いずれは2028年12月25日へと遡って、その年の大晦日にウイルスの漏洩事件を防ぎ、明るい未来を歩むことができるんだから。まあそれはそれで大変なんだけどね。要するに点 E から右の方に伸びた歴史のラインを進行することができるってこと。けれど今ここにいる私たちはそうじゃない。私たちは点 C から上に向かって伸びているライン上しか歩むことはできないのよ。さっき天明寺さんから聞いた話してくれたよね。あーでもなんかやっぱそうか。そのさ、まあ、四つ葉に関して言えばさ、まあ、兄ちゃんがいるじゃん、ニュースが。で、まあ、だから、まあ、なんていうかな、それこそそういうつながり、友達とかね、そういう知り合いとかもいただろうしさ、まあ、アリスもそうだし、そういう人たちが周りからもう一切合切、もういなくなっちゃってるっていうのがね、切ないよね。バイクの話。その例えで言うと、私とアリスは分岐点の手前で突然さらわれ、北西方向へと1万キロメートルも進んだところに無理やり連行されて、来たようなもんなんだ。繰り返しになるけど、私たちが必要だったっていうのはわかる。私たちがいなければ、S 氏の意識が分岐点の手前まで遡っていくことはできず、そうなると90人のライダーたちが亡くなった事故を防ぐこともできなくなっちゃう。でもそれは別の歴史の話だからね。この歴史には関係ないわけだから。でも、北西方向に残された私たちはどうなるのって話。私たちにとっては、90人のライダーたちが亡くなったという事実に変化はないのに。このまま荒廃した地球で暮らしていけってこと？まあ、これからどうするかはあなたたち次第ですけどね。まあでも一人じゃないから。アリスも、四つ葉ね。だから二人だから。そこがまだ希望じゃないですか？45年前に残してきた友達や家族や愛する人たちを全部忘れて？いくら大義のためとはいえ。それってやっぱり、あんまりじゃない？まあ、確かに。って話をね、あの老婆、アカネにしてみたの。そしたら一つだけ方法があるって。え、何？私とアリスを過去へと飛ばすための方法が、あなたたちもシフターになるんですか？しかし、仮に過去へと遡ったとしても、その過去にいる四つ葉さんとアリスさんの意識が、まあ、入れ替わりにね、こちらに飛ばされてきたら意味がないのでは？まあ、そんなね、向こうの意識なんて関係なく、自分たちは、過去に飛びたいっていう、そういう感じか？確かシグマさんとファイさんの時間跳躍の仕組みはそのようになっていたかと。ええ、そうね。だから違うんだって。違うって、何が違うのですか？肉体ごと、過去へ遡る、ありましたね。ゼロエスケープ、時のジレンマで。トランスポーターでしょ？なんかトランスポーターでっていう装置があって、で、それ使うと、肉体も一緒に飛べるんだよね。またなんか再構成するんだよね。その歴史で、その時代で。再構成して。そしたらでも、もう本当に肉体ごとだから、
そこに二人存在することになっちゃうんじゃなかったっけ。でもそんなバカな。それではパラドックスが起こってしまいますよ。まあだから出くわさなきゃいいんだろうけどね。そのまあ誰にも見られなければいいんじゃないですか。同じ時間に二人のアリスさん、二人のヨツバさんが存在することになってしまいます。そうはならないみたい。アカネはその方法が一つだけあるって言ってたわ。それは一体、シュレディンガーの猫よ。シュレディンガーの猫。生きてる可能性と死んでる可能性二つを持った状態の、どういうことだ？観測するまでわからない。だから誰にも見つからなきゃいいってことかな。だから、ヨツバもアリスも別々の人間として生きていくみたいな感じで、整形して。あ、帰るか。きっと来るだろうと思ってたよ。ファイ。このファイはさ、ゼロエスケープ終わった後の、全部知ってる状態の、まあ、全部知ってる状態っていうか、その、あれですよね、ラジカル6漏洩した後の、あの、ファイだよね。いや、いろいろ、もう私たちは知ってますから。あ、てか、まあ俺はね、ゼロスケーププレイしたから、あなたの大変さもわかりますよ。クライム博士はどこです？ルナさんから、ファイさんと一緒にクライム博士もいると伺ってきたのですが、あいつなら疲れたと言って休んでるよ。さすがに疲れたか。ここを出たところの通路の先に寝室があってな。そこで。ああ、そういえばお前が来たら、そこのホログラム装置を起動してくれと言ってたな。立ち上げてみるか。ホログラム、ええ。なんだ。何が始まる。いや、よく来たね。私から君に伝えるべきことは特にない。ないんかい。だが君の方は私に尋ねたいことが山ほどあるだろう。私はその全てに答えてあげたいところなのだが、あいにく私にはそれができない事情があってね。この無礼はどうか許してほしい。私が知っていることの全てはそこにいるファイが何もかも知っている。まあ同じように経験してきたからな。聞きたいことがあるなら彼女に頼む。カイルではない。別の誰かへ。カイルではない？カイルではないって、どういうことでしょう？さあな。それよりも聞きたいことがあるんじゃないのか？ええ。まあ。それでは単刀直入にお尋ねします。ファイさん、あなたは一体何者なんです？ファイさんが何者かに関してはゼロエスケープで明らかになりますが、少なくとも化け物でないことは確かだ。好き者、癖者、乾き者。獣者、魔物に忍びぬ者でもないから安心しろ。ごまかさないでください。以前にも聞いた覚えがある、その感じのやつ。ファイさん、あなたは今から5時間ほど前、ビオトープでナイフを振りかざしたアカネさんに襲われ、その時のことがトリガーとなって過去へと遡っていきましたね。まあ、そんなことがありましたね。で、それで、点 C から点 D に飛んだんだよな。飛ばされた視点は点 D。2029年の4月13日へ。まあ、そこには、ゼロエスケープ、の後の話の、ファイが、アカネの元を訪れて、で、コールドスリープされた状態の、ファイに入ったってことだよね。場所はアカネさんが指揮する組織のアジトです。しかしその時にはすでに、ファイさんの体はポッドの中でコールドスリープにかけられた状態にあった。つまり意識を取り戻すことはなかったということです。それからおよそ45年もの間、あなたはポッドの中で氷漬けになったまま、一度も目覚めることなく、高校と眠り続けた。そして、2074年1月25日、ついにあなたの体は解凍された。それでもまだあなたは目覚めない。気を失ったままの状態で、AB ルームの中へと運び込まれた。すると、今度はその肉体に別の意識が飛び込んできた。2028年12月25日から飛ばされてきた意識です。それに弾かれるようにして、あなたの意識は逆に2028年の12月25日へと遡っていった。まあ、シグマと同じようにね。ここでようやくあなたは目覚めることになる。で、シグマと共に、
ゼロエスケープの3作品目の話へと続いていくわけなんですが、意識を取り戻したあなたは同じく未来から弾かれてきた心は老人、体は青年のシグマさんと共に火星探査用のシミュレーション実験施設へと潜り込むことになった。しかし作戦は失敗。大晦日に起こると分かっていたラジカル6の漏洩事件をあなたとシグマさんは阻止することができなかった。そうだね、あれはなかなか難しい瞬間でしたね、あれはね。このためあなたたちは点 E から右手に伸びたライン上へは進行することができず、そのまま直進して点 D へと至った。翌年の4月13日のことです。この日あなたは茜さんが指揮する組織のアジトへと向かい、自ら志願して治療用ポッドの中に入った。ここで眠りについたあなたの肉体に今度は未来からやってきた別の意識が飛び込んでくることになる。その意識とは、そう、つい先ほどビオトープで茜さんに襲われた時に飛んでいったあなたの意識です。これと入れ替わるようにしてあなたの意識はビオトープにあった自らの肉体へ、そして今に至るの。そしてその延長線上にあるのが今現在のあなたというわけです。したがってコールドスリープの期間をさっぴいて考えると、まあそんなに確かに経ってないのかな。そう考えると、実はあなたの意識にとってはあれからわずか3ヶ月半しか経ってないことになります。3ヶ月半か、全然経ってないな。あれからというのはビオトープで過去へと飛ばされてからという意味ですが、この認識で間違いありませんか。まあ今のところはもうファイが一番複雑なんだよね。実はゼロエスケープをやるとまたわかるけど、今のところとはどういう意味です。私は今お前が知っているルールプラスアルファの存在なんだ。これでゼロエスケープのこと言ってんのかな。この3ヶ月半で分かったことだが、私には今の3秒半では何も分かりませんでした。説明してください。要するに古典力学と現代物理学の関係みたいなもんだよ。速度の合成は厳密に言うと、カッコ V1 プラス V2 で表されるわけではない。 V1 プラス V2、割るとこの、1プラスカッコ V1 かける V2 割る C ちょっと待って、これが本当の、速度合成の式だ。だから我々が実生活で経験するような速度 V1 と V2 をかけたぐらいでは、高速の2乗に遠く及ばない。したがって、何々はほぼ1に近い値となり、上に V1、V2 だけを使っていても何ら支障はないということになるのだ。要するにお前の認識は今知られているルールの範疇では正しいが、厳密に言えば正しくはないということになる。しかしそれでも今のところは何の支障もない。まあそれは全てゼロエスケープで完結するっていうことでいいんでしょうか。その認識で捉えていたとしても何ら問題はないということだ。わかりませんね。なんでかはぐらかされたような気分です。それで聞きたいのはそんなことだったのか。いいえ、私が一番知りたかったのは2028年のクリスマスから大晦日にかけて何が起こったのかです。ああ、その話ね。それはさ、もうゼロエスケープの話だから何にも話できないんじゃないの。ここで言うわけにはいかないでしょ。あなたはシグマさんと共に火星探査用のシミュレーション実験施設に潜り込んだんですよね。でもまあ、確かにこのファイルはそれを知っている状態ではあるよね。なんか言ってくれんのかな。ああ。そこで何があったんですか。シグマさんの片目と両腕はどうしてあんなことに。まあ、あれもいろいろあったんですよ。なんかその、なんだっけ ?3 の雨が降る中ね。なんか防護服を着てさ、なんか、爆弾の解除、うんたらかんたらいろいろあったんですよ。ラジカル6が施設に存在していた理由も不明です。まあ、ダイアナをね、助けるために。助けるためってか、ダイアナの代わりだな。なぜあのウイルスは。悪いがその件については教えるわけにはいかないんだ。ファイは思いっきり関わってますから、それ。歴史が変わってしまうからだよ。よりにもよってファイガーっていう感じですからね。あの施設でウイルスの漏洩を防いだ歴史は確かに存在する。点 E から右に伸びたラインがそれだ。
その歴史の延長線上では人類が絶滅の危機に瀕するようなことはなく、地球が赤く染まることもない。要するに明るい未来が待っているということだ。しかし今お前に真実を告げたら、その歴史が消えてしまう可能性がある。だから言えないんだ。意味がわかりません。どうして私に真実を告げたら明るい未来が消えてしまうというんですか。お前はこれから過去に戻るつもりだろ。過去に？ご冗談を。私にそんな能力は。だったら今までとうとうと伸びてきたことは何だったんだ。やっぱりじゃあシフターってこと？カイルも。すべて何もかもお前が知っているはずのない情報だろう。そうだよね。いくらカイルだとしても知りすぎてるのかな。お前はビオトープのポッドの中で眠り続けていて、ついさっき目覚めたばかりのはず。なのにどうして知っている？私やシグマの過去。それは、確かに知りすぎてるよな。答えをお教えしましょう。あなたはカイルクライムではないのです。え？誰なの？肉体は確かにカイルのものですが、意識は別人のもの。だってそうでしょう。あなたは本当にカイルですか？カイルではない別の何者かですよね。それでは、アハテナになった。本当のカイルの意識は？あなたの意識が飛び込んできたことによって、彼の意識は弾き飛ばされました。着地点は2028年のクリスマス。その時間に存在していた、ある肉体の中に、彼の意識が潜り込んだのです。え？あのゼロエスケープの舞台の中に、カイルがいたってこと？博士がどれだけカイルのことを愛していたか、あなたはご存じないでしょう。博士は男手一つでカイルを育て上げました。彼にとってカイルはかけがえのない存在だったのです。そんなカイルをこの歴史に置き去りにしたまま、博士が一人で過去に戻ると思いますか？え、どっかにカイルがいたってこと？私はかつてこう言いました。カイルはクライム博士のスペアとしての存在だったと。しかしカイルが作られた理由は何もそれだけではなかったのです。カイルの意識は作戦にとっても不可欠な存在でした。作戦というのは2028年のクリスマスから大晦日にかけてのそれのことです。目的はシミュレーション実験施設に潜入し、ウイルスの漏洩を阻止すること。その作戦に彼の意識がどうしても必要だったのです。え？そのために博士は帰る？ええ。そして今、私の意識が彼の肉体へと乗り移ったことによって、目的は完遂されたと。帰るの意識は2028年の肉体へと憑依し、作戦に参画することになったと。そうです。しかし待ってください。カイルが作られたのは点 D から点 B へと至るまでの間で、そうだよね。そのゼロエスケープの時にはさ、ゼロエスケープの時はまあ2028年12月の25日でしたっけ。その時にはさ、まだカイルはいないよね。2028年のクリスマスには彼の肉体は存在してなかったのでは。もしかして私の肉体に入り込んだということですか。これは誰だ？私の意識と彼の意識は時空を超えて入れ替わったと。これもしかして首謀者なのか？違うか？そう解釈してもらっても構いません。そんなバカな。それではここに私はどうなるんです？このままこの施設で彼の肉体を借りたまま一生暮らしていけと言うんですか？いいえ、違います。あなたは時間や空間を自由に行き来することができる存在です。あなたはこの閉鎖系の外側から飛来したイレギュラーな異分子。ですからあなたには、この世界の法則は適用されません。何のことを言ってるのかさっぱり。とぼけないでください。あなたはすでに気づいているはずです。自分が何者なのか。あなたはこれから過去へと遡り、世界を救います。ファイさんや年老いた意識が乗り移ったシグマさんと共に、
あのメンバーのうちの誰かってことか。本当の意味でこの忌まわしい歴史を変えることができるのはあなたしかいないのですよ。まさかカルロスか。これ同じ系だからカルロスなんじゃないか。これそんな大それたこと私にはできます。やってもらわなければ困るのです。真実が知りたくはないのですか。2028年のクリスマスから大晦日にかけて例の施設で何が起こったのか知りたくはないのですか。それはもちろん。ではそう強く信じてください。現実とは人の信念によって形作られていくものです。漁師の振る舞いが観測という行為によって変わるのなら、ちょっと待って。なんかでもこの感じさ、プレイヤー、いや、作り手側、ゲームの作成スタッフのこと言ってんのかな、これな。それとも作者か。人の思いによって現実が形作られていくと考えるのは何も不自然なことではないでしょう。あなたが強く信じれば現実は変わりません。あなたが思った通りに世界は作られていくのです。最後にもう一度だけ言います。歴史を変えることができるのはあなたしかいません。あなただけがこの世界を救えるのです。プレイヤーかもしくは作成スタッフ側のこと、あ、はあ、なるほど。まあ、これにておそらく全人死亡です。終わりとなりますね。いや、極限脱出シリーズ、ここまでやってきましたが。いや、これはね、ちょっと一回やっただけじゃね、語り尽くせないというか、すごい深い、ストーリーがすごい練られてるというか、深い意味も込められてるような気がしますね。いやー、なんかすごいね、壮絶な物語を読み終えたような、そういう感覚なんだけど、多分ね、これまた最初からやったらまた違った見え方もしてくるので、そういうゲームですよね。これ何回も何回もやれる、ある意味やれるゲームではあると。小説みたいな感じで。だから、もう一回ゼロエスケープ、改めてやってみようかなと思います。個人的に。ということでですね、ここまで見てくれた皆さん、ご視聴してくれた方々、本当にありがとうございました。で、また何かの実況でね、お会いしましょう。さようなら。